どうも、チャトチューンチャンネルでございます。さあ、またダイソーでですね、こんなしょうもないものを買ってきました。しょうもないっていうことないですけどね。すごくないですか？ Bluetooth でスマートフォンとか、あとタブレットもいけるのかな？リモコンのね、シャッターなんですよ、カメラの。これがあと300円で売っておりました。Bluetooth リモートシャッターということでね。こういう、若いやつ買ってきたんだけどね。なんとね、Android と iOS、Apple、両方対応しているそうですよ。こういうね、スマートフォンの Bluetooth と接続することで、もうそれがね、もうそのまんま設定するだけで、これでカメラ操作ができるということなんですね。で、さらに、ね、iOS に至っては専用のアプリもあるそうです。これをダウンロードしてこれで使うということなんだそうでございます。びっくりするのはですね、これ技的対応ですよ、ちゃんと。で、一応ですね、この中にね、CR2032 のボタン電池が入ってて、1日に10回使ったら、半年持ちますよと。どんだけって感じですね。かなりシャッター切れると思いますけどもね。早速使ってきますかね。開けてね。ペアリングは必要なんですよ。ペアリングね。それやっていきましょう。一応セットの内容は、このように本体と説明書ね、入っております。この説明書に使い方が書いてあるのかな。電池の交換方法とか、これ構造ね、LED の配置とか、ってところかな。あと使い方も、ここに書いてあるので、この辺を見ていきましょうというところですね。一応ね、本体は、ほんとちっちゃい。ちっちゃいですよ。もうほんとこんな感じ。手のひらサイズ。ここにね、引っ掛けるとこがあるから、これこのままキーホルダーとして使ってもいいかもしんないですね。これさ、キーホルダーとして考えても300円でしょ？それに、リモコンのシャッター機能がついてるっていう、すごい優れもんじゃないですかね。さあ、これ早速ちょっと裏蓋を開けていきましょう。あ、ドライバーのサイズが合わないや。ちょっと変えていきます。じゃあ、精密ドライバー持ってきました。かなりね、先細いですね。多分0番よりちっちゃいのかな。いわゆるね、精密ドライバーっていうサイズなんで、これもね、合わせてダイソーで買っとくといいですね。こんなのも100円で売ってますよ。で、早速ね、このドライバーを開けていきますと。どうやって開けんの、これ。こうスライドするの。あ、こうだ、スライドする。おお、結構立派なボタン電池が入ってますよ。あれ？保護フィルムが入ってるとか言ってたけど、貼ってないね。このまま使えんのか。シール貼ってませんでした。このまま使えますね。ドライバーいらないかもしんない。 これ商品によって、一応説明書ではね、保護フィルムを剥がして使ってくれと書いてあったのでね。電源オン。つきました。これでペアリングができるということですね。能書き書によりますとですね、先にこのリモコンのね、ペアリングスイッチ、これをオンにして、それからね、携帯電話の Bluetooth をその後でオンにするということです。その後、自動的に設定完了して、内蔵のね、カメラアプリで、シャッターが切れるということでございますね。すいません、話が前後していますけどね、その前に一応このね、シャッター、リモコンシャッターのね、外装の説明していきましょうね。外観ね。一応ですね、こちら、電源ボタンですね。ここが電源ボタンで、こっちにスライドすると、オンになって、このランプが点滅します。これでペアリングしますよってことですね。で、スイッチがですね、この大きいボタン。これがですね、カメラ360ってアプリの名前が書いてありますけど、これがね、iOS、Apple のスマートフォンで操作するときに、こちらを使います。そしてですね、この下のちっちゃいボタンが Android になります。ね、スマホとかタブレットで、これで、Bluetooth 対応であればね、使えると
ということでございます。あとさっきちょっと説明しましたけどね、ここのね、このなんて言うんだろう、持ち手じゃないけど、このね、穴にね、まあ、キーホルダーとして使うこともできなくもないよという感じですね。直接ね、ここにキーを挿せるよりも、一旦リングかなんかをね、通してから使った方がいいかもしれないですね。はい。外観は以上となっております。はい。それではね、ペアリングしていきましょう。まあ、まずはこちら、本体を電源オンにして、こちらの Bluetooth もオンにします。はい。これでどうなるのかな？探してくれんのかな？自動接続してくれんのかな？使用可能なデバイス。お！出ましたね。AB シャッター3。ね。これが出ましたので、タップしましょう。すると、接続中。あ、キーボードが接続されましたって出ますね。これでいいのかな？ちょっとカメラ起動しますよ。カメラね。はい。まずアウトカメラか。これインカメラになってる？本当はアウトカメラでね、撮りたいね。自分の顔が映っちゃってるけど。はい。じゃあまあなんか、この辺にモバイルバッテリーちゃんなんかも置いてね。これでじゃあ動くかどうかやってみましょうね。いきますそい。いきますそい。この Android ボタンを押しますそい。せーの。きたー。すごいね。結構早いっすよ。コンマ5秒ぐらいでシャッター消えてくれます。早い。これ動画の時聞かないのかな？ちょっと動画でもやってみようか。ちょっと動画ボタン押しますよ。ポンとね。はい、動画開始しました。で、これで。あ、動画は止めてくんないけど、写真は撮ってくれますね。おお、そんな使い方ができるのか。なかなか君は優秀ですな。はい。というわけでですね、私今回ね、こちらのね、ASUS全本5で、このね、リモートシャッター、ペアリングして使ってみましたけども、バッチリ普通に使うことができましたね。なんかね、旅行の時なんかに、まあ、例えばね、こういう、これもね、100均で売ってますけどね、こういう三脚をね、一緒に購入して、まあ、これね、スマホと本立てて、まあ、家族みんなで写真を撮ったりとかね、どっか周りの人にね、お願いしなくても自分で撮れますし、一人ぼっちでね、行ってもね、もうこれさえあれば寂しいですけどね、写真を撮ることが可能です。はい。皆さんもぜひ使ってみてはいかがでしょうか。はい。というわけでね、今回は、まあ、こちら300円のね、Bluetooth リモートシャッターをね、紹介してみました。ぜひね、全国のダイソーに足運んでみてね、皆さんも探してみてください。お値段は300円でございます。というわけで、さとちゅーんチャンネルでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。